下のロッキーチャンネル。おはようございます。今日は比較的早く起きれたわ。今ね10時57分なんだけど、なんととある美女がね俺に何かを置いて去っていったそうです。兄貴が言ってました。美女だったそうです。とにかくというわけで、なんだろうこれ。でも多分ケーキだよね、これケーキ。これじゃあちょっと開けてみるか。あーこれこれやべえやつだ、これやべえ、これやばいやつだこれ。あーすげえ、あやべえ、ちょっとついちゃった。あーうわーすげえ、俺じゃない、北川ロッキーさんハッピーバースデーで、俺だ俺、俺や俺や。うわすげえ、こんなことできんのかこれ。うわすげえ、俺やこれ。食べるのもったいないです。いただきます。ちょ見てこれ、まずこれゴム缶の茎で、これ釣り場じゃねえ、釣り針の茎、ちなみにC4 製ボルフ18度で、オーロラ、はい、もうこれだけでね3000分ぐらいかで、これで何するかって言ったらこれを作るんだよな。釣り具館さんにいつかは置かれる、いつになる、いつ置くとは言わん、俺嘘つきって言われるから。いつになるかは分からんけど、今やってっから配信しながらね。あまあそうせくなって、ふん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 。今全国的に2時26分なんですけど、まあ仕掛け作りライブしてね、まあこうやって仕掛け作ってたね、これ釣り具館さんに置いてもらうね。で残りさあと10組って時にもうめんどくさくなって、もう今日はもういいやってなったので、今ライブもやりながらこうやってね撮ってたけど、そしたらねなんかね、ゴンザエモンって名乗る人がね、なんかね、ちょっと女っぽい感じが入ってきたの。たら、私初見じゃないですとかって言ってるの。で、私、ロッキーさんの家に泊まったことがあるのとかってなんか言い出すねよ。えってなるじゃん。知らんぞ。お前なんぞ知らんぞって。で、なんか、私、ロッキーさんに口説かれましたいっぱいとかって言って、さっきのなんか40人ぐらいいたみんながざわつき出してよ。そのゴンザエモンは誰だ探しが2時間繰り広げられて、誰だ誰だって徐々に小出しにヒント出してくるんだよ。で俺残り10組でさ、もうめんどくせえからやめようと思った時にそのゴンザエモンちゃんが降臨したから、えと思ってさ、なんかもう心拍数上がってきて、とりあえずまあメンタル薬飲んだよね。まずね、まず飲んださで飲んださ、でその彼女と思われるね結構刻んでヒント出してくるんだよ。また絶妙な5分に1回とか10分ぐらい黙っててみたりとかで、お父さんも、あお父さん、お兄さんもお母さんも知ってますよとかさ、いやそんな声は聞こえてこないんだけど、聞こえてきそうな感じよ俺の脳の中では。もうそれが怖かったんだよ、誰だべと思って。したっけ、犯人天竜ブラックちゃん、概要欄に貼っておきます。はい、もうねこの安堵感と、気がついたら21組仕掛け全部組み終わってたっていう、この今ライブやってんだけどね、チャット欄になんかそのなんとか左衛門だか、なんとか左衛門の変だとか、なんかなんとか左衛門の助の変とかも、なんとかかんとかとかっていうのがもう大量にいても誰がなんだか分かんなくなってんだよ。このライブは
未来英語ね、あの令和5年6月11日はゴンザエモンの編としてこのライブアーカイブで撮っとくから、ぜひこのアーカイブ概要欄にも貼っとくからぜひ見てくれ。あの俺がめちゃくちゃテンパってんのか見れると思う。今そっちにあんだよライブの。ねえ皆さんね、そうだよね、もう頼むぜお前本当に。はあタバコおいしい。もう半べそ隠す寸前だった俺。さあいつものやつやっちゃうか。すいません、大したつかないです。謎の美女が持ってきてくれた俺の顔を描いたケーキあったじゃん。家族に、まあ、みんな食べていいよって言ってやって、まあ俺のね、あの絵描いてあるところは、まあ、避けてくれたんだろうなと思ったら真っ二つでした。これ今日はご飯、ラーメン、納豆で、あの芋のなんかわけやかんないやつがどれくるかな。まあ男は白米だから、白米アットラーメンのスープにちょっとつけるいただきます。うん、なんも味しねえわ。北のロッキーチャンネル。